ナです。今回はラベンダーの挿し木の仕方の動画になります。使用するラベンダーはフレンチラベンダーでキャンディーキャンズです。こちらのラベンダーですが、次から次へとお花が咲きまして、もうほぼ休みなく咲いております。他の品種のラベンダーでしたらお花が咲いてない時期っていうのが長いと思いますので、できるだけお花がない時期にした方がいいかと思います。ではまずどのあたりの部分を使えばいいかなんですけども、根元の方は使わない方がいいかと思います。見ていただくと分かるんですが、このように茶色くなってますよね。これはもう硬い木になってきていますので、ここの部分は使っても根が出にくいと思うんです。先端の花穂がついてない枝を選ぶ方がいいかと思います。ただ新しすぎるものですと柔らかすぎますので、これぐらいしっかりした感じのものを選ぶといいかと思います。今回ですがちょっとした実験をしたいので、いつも切っている長さの倍の長さで切りたいと思います。これぐらいですね。挿し木をする際に私は本当に先端部分しか使ったことがないんですけども、その下あたりでしたら同じぐらい根が出るのではないかなと思ったので、今回は2つの鉢に分けて挿し木をしたいと思います。ついてきた挿し穂は暑い時期でありますので、まずはたっぷりの水に浸します。だいたい 1,2 時間水の方に浸しています。その間に土の方を準備しておきます。挿し木用の黒いポットが売ってると思うんですが、だいたい10個以上で売ってると思いますし、使い捨てになりますので、普段私はこのようなポットを使っております。メリットは洗って何回も使える点です。土の方は以前はバーミキュライトの方を使用してたんですが、現在は赤玉土を使うことが多くなっております。根が出るまでに挿し穂を乾かさないようにしないといけないんですけども、バーミキュライトの方は土が乾いてるかどうかっていうのが少し分かりづらいんですね。その点赤玉土の方は乾くと土の色が薄くなりますので、すぐ分かるという点で赤玉土を使うようにしております。そしてこのようにたっぷり水の方をかけて十分赤玉土の方を湿らしておきます。1時間経ちましたので土の方にさせるように準備していきます。今回はこの1本の真ん中あたりで切りまして、2つの挿し穂を作ります。まず下側の部分の葉を全部きれいに取ってしまいます。この後このままでもいいんですけども、私はカッターを使いまして、先の方をこういうような感じでカットします。まずはこれを表面とします。と
こういうふうにカットしますと裏を向けてまたそこをカットします。こうすることで吸収率をアップさせて根を出やすくします。この作業を何回か繰り返しまして、最終的には上の先の方だけを使ったものを8本、そして途中からのものを8本、合計16本用意します。こんな感じで8本ずつ用意ができましたので、まずは緑のポットの方に一番先の部分だけ使ったものを使用して刺していきます。直接刺し穂を土に刺しますと折れたりしますので割り箸を使います。こんな感じで刺し穂の方をそっと入れて土をかけていきます。最後の8本目は真ん中の方に刺します。これで緑のポットの方は完了しましたので、次は白いポットの方に参りたいと思います。こちらの白いポットは一番先の方ではなく途中からを使った刺し穂になります。これで2つとも完成しましたので、最後にたっぷり水をあげます。葉の方に土がついてますので、その土も落とすようにして水の方をあげます。この後は日陰の方で管理したいと思います。土が乾かないように気をつけることと、霧吹きを使って葉も乾かないように注意したいと思います。だいたい3週間ぐらいで根が出るかと思うんですが、1ヶ月後に確認したいと思っております。こちらは1ヶ月後のラベンダーの様子になります。一番柔らかい先の方を使った緑のポットの方は背がかなり伸びたと思います。その先から下のあたりを使った白いポットの方は葉が増えたように思います。こちらが1ヶ月前の様子になります。では早速発根確認をしていきたいと思います。緑のポットの底になります。根がかなり出てきているので大丈夫かと思います。1つのポットに8本刺していきましたので、そのうち何本根が出ているのかということなんですが、1本目ですね、しっかり根が出ております。一番右端の下側のところの刺し穂が1本根が出ておりませんので、8本中7本根が出たことになります。では白いポットの方を見てみましょう。そこからほんの少しだけ根が出ております。こちらも十分根が出ているかと思います。大丈夫そうですね。右下の2本の方が根が出ておりませんでしたので、8本中6本根が出たことになります。
この後は弱酸性の赤玉土から弱アルカリ性のハーブの土を使ってこのポットで再度もう少しだけ管理したいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。花でした。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。